ここエスコンフィールド北海道には大観衆が詰めかけています。北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの一戦です。解説は工藤公康さん、川上憲伸さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。イーグルス非常に強力なピッチャー陣を誇るわけですが、これを打ち崩すとなるとどうでしょう、川上さん。そうですね、まあ、なかなかねチャンスは多くないと思うんですけどね、まあ、そういったね貴重な場面ではねしっかりと積極的にいってほしいですよね。さあ最終回、エスコンフィールド北海道が歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ファイターズの守護神田中正義、声援を背負っての登板となります。工藤さん、最終回のマウンドに立つというのはやはり緊張感が違うものなんですかね。まあ緊張感もあると思いますよ。勝利を決める場面ですからね、気持ちを高めていってほしいですね。はい、そのプレッシャーに打ち勝つことができるんでしょうか。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターは5番の島内、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。追い込んでいます。これが3球目。3球目打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。今日の阿部は3打席当たりがありません。工藤さん、今日ノーヒットの阿部ですが、ここまでね本当いい感じで抑えてます。ここも気を緩めずしっかり打ち取りたいですね。なるほど、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。あ、今のはカットしたようなファウルでしたよね。ボールになります。ストライクを取ってこれで追い込んだ。平行カウント、改めてここからが仕切り直しです。引っ張った、サード取った、二塁は無理、一塁送球、ツーアウトになりました。そしてバッターボックスには辰巳が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏にランナーを背負った場面です。まあ気を抜かずにしっかり締めて終わりたいですよね。なるほど、そうですね。ボールゾーン振ってストライク、これが2球目。いいコースだったな。膝元変化球がわずかに外れています。ツーアウトながらランナー2塁、バッターボックスには辰巳、何としてもここで止めたい。マウンド上空振り、ここは空振りでアウトを取りました。試合終了、日本ハムファイターズが見事勝利を収めました。工藤さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですよね、要所を抑えつつチャンスをしっかりものにして流れを作りましたね。そうですね、非常に大きな一勝となりそうです。勝ったファイターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は工藤公康さん、川上憲伸さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでエスコンフィールド北海道から失礼します。